こんにちは、クリエイターズジャパンの浩平です。今回はよくあるエラーとその対処方法について解説したいと思います。プレミアプロを操作しているとエラーや不具合が起きることがありますが、プレミアプロに慣れていないとそのエラーや対処方法がわからないこともあると思います。なので今回は数あるエラーの中からよく見かけるエラーとその対処についてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは始めていきたいと思います。まず一つ目にご紹介するのがメディアオフラインのエラーです。メディアオフラインとは編集素材の保存場所を変更した時に出るエラーのことです。シーケンス内にクリップはあるけど使用している素材がどこにあるかわからなくなり、クリップや画面が赤くなっている状態で、これをリンク切れとも言います。もしリンク切れが起きてしまった場合は、再度素材をリンク付け紐付けすることによって解決します。リンク切れが起きてしまった場合はクリップの上で右クリックをして、このメディアオリンクというものをクリックします。そうするとこのような画面が出てくるので、あとはリンク付けしたいクリップを選択した状態で検索ボタンをクリックします。そしてここからリンク切れした素材を探して、素材が見つかったらここで選択 OK をクリックします。そうすると素材とクリップがリンク付けされて、このように赤くなっていた表示も元の色に戻ります。なので編集中は素材やプロジェクトファイルを移動せずにしておくとリンク切れ起きることはないので、編集中は移動しないことをお勧めします。2つ目にご紹介するのが書き出し手のエラーです。動画を書き出している最中にエラーが起きてしまうのは、誰もが一度は経験したことあるくらい多いエラーの一つです。原因は様々あるので、対処方法についていくつかご紹介します。まずはメディアエンコーダーでの書き出しです。メディアエンコーダーとはプレミアプロをダウンロードすると一緒についてくるソフトで、書き出しやプロキシの作成などで使用します。書き出し画面を開いて、この右下にあるメディアエンコーダーに送信、こちらをクリックします。そうするとメディアエンコーダーの画面を開くので、あとはここから書き出したい動画を選択して、右上のこの再生ボタンをクリックすると書き出しが再生されます。次にご紹介するのがストレージの管理です。そもそも PC のストレージに空きがないと書き出しても保存ができないため、書き出し中に止まってしまいます。書き出し画面で書き出される動画の容量も確認できるので、 PC 内のデータは日頃から整理し、余裕を持たせておくことをお勧めします。次にご紹介するのがレンダラーの変更です。レンダラーとは編集した内容を動画に反映させることを言います。レンダラーの設定の仕方は、画面左上のファイルをクリックして、下のこのプロジェクト設定から一般をクリックします。そうするとこのような画面が出てきて、この上の方にレンダラーがあります。ここをクリックすると、今 GPU 高速処理となっています。基本この GPU 高速処理になっているんですけども、これによって書き出しが行われない場合もあるので、その時はこのレンダラーの設定を GPU 高速処理から下のこのソフトウェア処理に変更してください。これをするだけでも書き出しは行われることがあります。次にご紹介するのが処理落ちのエラーです。処理落ちとはプレミアプロがキャパオーバーとなり、フリーズしたり強制終了してしまうエラーのことを言います。せっかく進めた編集が処理落ちで今までかけた時間がなかったことになったりと、非常に困るエラーで僕も発狂してしまいます。では処理落ちしてしまった時や、そうならないための解説をしていきたいと思います。まず一つ目がメディアキャッシュの削除です。メディアキャッシュとはデータ処理速度を早めるために自動で生成されるファイルのことで、このファイルがどんどん溜まっていくと動作が重くなったり、処理落ちの原因にもなることがあります。なので定期的にメディアキャッシュを削除する必要があります。メディアキャッシュの削除は、画面左上の編集から一番下の環境設定まで行くと、この真ん中より少し下のこのメディアキャッシュというものがあります。こちらをクリックします。そうするとこのような画面が出てくるので、この上にあるメディアキャッシュファイルを削除、こちらをクリックします。そしてこのまま OK ボタンをクリックします。これで今メディアキャッシュファイルの削除が始まりました。これでメディアキャッシュファイルの削除が完了しました。このように手動でも削除はできるんですけど、他にもメディアキャッシュ管理の中で、この次より古いキャッシュファイルを自動的に削除のこの日数を変えることによっても、その日にちが経ったら自動でメディアキャッシュファイルが削除されるという設定もできるんで、まあ、僕の場合だと10日経ったらメディアキャッシュファイルを削除するようにという風にしてあるんで、ここの変更をしてみるのもいいかなと思います。2つ目にご紹介するのがダウングレードです。ダウングレードとは、今使っているプレミアプロのバージョンを古いバージョンに戻すことです。プレミアプロをアップグレードした時、 PC のスペックが対応できなかったり、新しいバージョンはよくバグも起きることがあるので、その時はダウングレードして自分に合ったバージョンで編集することをお勧めします。ダウングレードは Adobe のクリエイティブクラウドからできます。クリエイティブクラウド左側にあるこのアプリをクリックして、このような画面を開きます。そしてプレミアプロの左下にあるこの他の操作というものをクリックします。そして下から2番目にあるこの他のバージョンというものをクリックします。
そうするとこのようにプレミアプロのバージョンを一通り出すことができるので、あとは自分が使いたいバージョンをインストールするだけでダウングレードができます。3つ目にご紹介するのが環境設定ファイルの更新です。環境設定ファイルとはプレミアプロで設定した環境設定やショートカットキーの設定、ワークスペースの設定などのデータやファイルのことを言います。そしてその環境設定ファイルはアップデートされるたびに古いプレミアプロから引き継がれていきます。環境設定ファイルが引き継がれること自体はとても便利なんですけれども、プレミアプロもアップデートされていくのでエラーも起きやすかったりします。環境設定ファイルは Windows と Mac などで保管場所が違うので、ちょっとそれぞれで探していただく必要はあるんですけども、この Adobe のフォルダを開いて、その下にプレミアプロというフォルダがあります。このプレミアプロのフォルダを開くと、プレミアプロのバージョンごとにフォルダ分けされています。プレミアプロ2022、プレミアプロ2023、プレミアプロ2024という風に分かれています。環境設定ファイルの更新の仕方はすごく簡単です。例えばプレミアプロ2023の環境設定ファイルの更新をしたければ、まずこの 23.0 アンダーバーオールドというフォルダがあるんですけども、これを一旦削除します。そして今ここにある 23.0 というフォルダがあるんで、これを右クリックして名前の変更をします。そしてこの後ろにアンダーバーオールドを追加してあげます。これをしてあげるだけで環境設定ファイルの更新ができます。では一度プレミアプロ2023を開いていきたいと思います。はい、ではプレミアプロ2023を開きました。ではもう一度先ほどのフォルダを見てみたいと思います。先ほど 23.0 アンダーバーオールドというふうに名前を書き換えたんですけど、その上に新たに 23.0 のフォルダが追加されました。これが新しい環境設定ファイルになります。プレミアプロでバグのような症状が出たりエラーが多かったりする際は、この環境設定ファイルを更新すると結構エラーやバグが直ったりするので、一度この環境設定ファイルの更新試してもらえたらなと思います。他にも様々なエラーがありますが、もしここでご紹介した対処法で直らなければ、プレミアプロや PC の再起動をしてみたり Adobe のサポートチャットに問い合わせると解決することもあります。もしそれでも解決しないとなると、最終手段として再インストールもありますが、これは結構手間もかかりめんどくさく大変な作業となるので、あくまで最終手段として捉えてもらえたらと思います。いかがでしたでしょうか。今回はよくあるエラーとその対処方法について解説しました。編集者の悩みの一つであるエラーを理解し対処方法を知ることも編集者として大事なことなので、ぜひこの動画で知っていただけると嬉しいです。そして動画編集を始めたい方やアフターエフェクトなどに興味のある方は、クリエイターズジャパンの公式 LINE を登録していただくと、6日間無料の講座以外にご覧の豪華7大の特典をプレゼントしていますので、ぜひ受け取ってください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。